これまでにないほどの熱狂ぶりを見せる日本男子 110m ハードル。世界陸上で5位に入り、すでにパリ五輪代表に内定済みの泉谷俊介、24、住友電工、をはじめ、その泉谷と同じ過去の五輪でも金メダル相当の日本記録を持つ村竹ラシット、22、ジャルなど、そのレベルは世界トップも狙える位置にまで成長を遂げている。パリ五輪代表を決する日本選手権では、 残り2枠の代表権をかけ、これまでにない熾烈な戦いが予想される。そんな大一番まで3週間と迫る中、日本ハードル界に新星が誕生した。2日に鳥取で、布施スプリント、が行われ、注目の村竹は直前のウォーミングアップ中に足の違和感が起こり、日本選手権を見据え大事を取って危険。その村竹のいない舞台で輝いたのが、順天堂大学3年の阿部龍樹。 20だ予選では昨年のアジア大会で金メダルに輝き東京五輪代表の高山春也29前輪と同組になったがスタートで飛び出すとそのまま高山を寄せ付けず1着でフィニッシュ13秒44の自己ベストで決勝に駒を進めたレース後高山は阿部選手のスタートが速くて焦って自分のレースが崩れてしまった乾杯です 世界陸上に3大会も出場してきた歴戦の高山でさえ、阿部のスピードに舌を巻いた。約3時間半後に行われた決勝では、1台目のハードルで足をぶつけると、そのまま4台目まで足を引っ掛けた。決してベストパフォーマンスではなかったものの、またしても自己ベストの13秒35をマーク。この記録は、パリ五輪参加標準にあと100分の8秒に迫る好タイム。 日本人トップの3位ながら、参加標準を狙いに来たので、正直悔しい気持ちが大きい。3代目あたりまでぶつけていなかったら、タイムも出ていたと思う、と悔やんだ。実は阿部、泉谷と村竹の大学の後輩にあたり、村竹とは2学年の差。偉大な先輩たちの背中を間近で見て、日頃トレーニングを積んでいる。泉谷と村竹の指導者で 安倍も順天堂大学で教えている山崎和彦氏、日本陸連協会委員長、は、泉谷や村家の背中を見て、いい目標になっていると思う。191センチメートルと、高身長なわりにスプリント力があるところが武器。スプリントは昨年から地道に練習してきた成果だと思う。今日は13秒2台あたりまで出せると思っていたふん。 前半ハードルに足をかけたのは痛かったが、まだまだ成長途上。ハードリング技術は、今直している最中で試合に向けて仕上げる練習はしていない。性格は謙虚で、高校時代で活躍した選手ではないふう、貪欲さがある。本当にこれからが楽しみな選手です、と評価する。最初は憧れでしかなかったが、最近は泉谷さんと村竹さんが目標になった。 先輩2人が日の丸をつけて、僕がつけないわけにはいかない。残る枠は僕が勝ち取りたい。6月末に迫る日本選手権、若干20歳のハードラーが世界に羽ばたく。